チャンスみたいなことをね、そこまで言わんでやるみたいなことを言い出したら、最初はね、結構突っかかってきてくれる感じで、何よ失礼ねみたいな、はい、あ盛り上がってるなって横で僕は傍観してたんですよね、はい、なんかその下りがあってから7、8分経ってからね、急にスタジオに異変が起こったというか、7、8分経ってからその人がボロ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 泣き出したんですよね。どうしたんですかってなって、もう何でもないですみたいになって、はい、まあ、結果もその有吉のさっきのやり合ったはいいけども、はい、なんか言われたことが、おそらくね、我々の予想では私生活でちょうどなんか辛いことあったんちゃうかなと、はい、うん、ね、本来泣くような人じゃないけど、ね、なんかいろいろそれが有吉との確執がこう入り混じって我慢しきれず泣いちゃったんじゃないかみたいな話になって、はい、まあ、MC のですね、まあ、先ほども名前出ました加藤浩二さんはね、本当、はい、この人男の中の男だなと。確かに、はい、あ、こういう人が男って言うねんなっていう感じで、本番終了後、はい、あれしとこいって、はい、あれしとこいって言うんだよね。いいか、お前何にもお前悪くないからなと、はい、あれは番組が望んでることなんだから、はい、ね、結果泣いちゃったのは申し訳ないけど、お前自体はあれ悪いと思うなと、はい、こんな時もね、普通僕とか言ったら、いやいやいや、でもあすいませんでしたみたいな言うんですけど、はい、有吉はこんな感じで、はいって言ってこいつなかなかの悪意の塊やな、ニヤニヤしながらね、ニヤニヤしながら、はいはいみたいな、加藤さんの言うこと全て受け入れて言ってるわけですよ。ニヤニヤしながら、はいみたいな。で、加藤さんが、いやでもこのままだとお前またあの人と仕事することもあるだろうから、はい、な、それしにくくなったら申し訳ないでしょ、俺も番組やってる以上一緒に謝りに行こうと楽屋に、しかもお前悪くないから俺が頭下げてやるから、うん、お前後ろで、はい、俺が全部謝ってるからお前後ろでもう頭だけ下げてろ、はい、みたいな、そうです、男やな加藤さんと思ってたら、有吉めっちゃくちゃめんどくせえって顔してたんですよ。みたいな。それもですね、うんうん、まあ結局そこの楽屋行きまして、そこさすがにそこは俺も見に行けなかったんですね、はい、ついていきました、はい、加藤さんが、うん、まあ本番中すいませんでしたと、うん、有吉はまあその悪気はないんですということで、うん、加藤さん頭下げてくれたんですけど、うん、僕ニヤニヤしてしまうっていう例のニヤニヤしながらその女優を見てしまいまして、例の、はい、うん、それでまたその女優が大号泣してしまう、うん、謝る気ないじゃない。なんでこの人ニヤニヤしてんの。私のことバカにしてる。あれからちなみにお会いはしてない。お会いしてるんですけど。え、してる。はい。仕事で。はい。さすがやっぱ女優さんですね。その辺はもう一切お首にも出さず。ほー。はい。そして僕もその人の発言に異様に笑ったりするという。